おはようございます。こんばんは、バディオです。さあ、今日もウォーロボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今日はね、ギブアウェイのウィナーの日です。抽選動画撮ってありますので、エントリーしてくれた方、最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。ということでですね、Android 側がアップデートが来ました。まあ、残りもうシーズン5日ぐらいしかないので、まあ、そろそろかなと思ったらやっぱり来ましたね、ということで。音楽も今もうね、クリスマスバージョンに変わってますね。ああ、もうこのシーズンが来たのかって感じで、まあ、聞いてますけれど。まあね、今日はね、ちょっとそういう話題じゃねえんだよな。これね、もうね、俺は運営に言いたい。再起のアルティメットとかふざけたことすんなって感じだよ。でも俺はもうね、頭ドタマきてんだよね。いやね、アルティメットフェンリルがね、思いのほかね、売り上げが上がったんだと思いますね。それで、2匹目の土壌を求めにアルティメットプルガサリを餌に釣り始めましたってことなんだよね。これからね、この手の、課金のね、集金システムはね、頻繁に行われるんだと思います。なんで私怒ってるかっていうと、プルガサリの盾が無敵すぎて、あれ無敵の盾、壊れない敵の盾なので、無敵すぎて、このゲームでね、無敵はやめろっていうことを散々運営に言ってきました。ものすごい勢いで言ってきたんだけど、全くね、取り合ってもらえなかったの。その理由がここに来てはっきりしたわけ。アルティメットフェンリルとアルティメットプルガサリがこのアルティメットのこのランキングの中に入れてきて、まあ、いわゆる課金を引き起こすための道具に使われてるわけですね。これどういうことかっていうと、運営側はこの2体が非常に性能がぶち抜けてるっていう認識をしてるってことなんです。要は、今までさ、これだけでバランスが非常におかしいよねっていうことで散々抗議してきたけど、それはバランスがおかしいんじゃなくて、あえてそういう期待にしていて、それをお金を集める手段に使っているっていうことがはっきり分かったってこと。こういう使い方をするんだ。で、これに味を占めて、これからまたぶっ壊れのアルティメットシリーズ出てくると思います。で、それがまたこういう感じで集金システムに転換されていきますんで、それがね、イラッときたんですね。それで怒ってるわけです。で、怒ってるついでにね、もうちょっとね、怒ってることをさ、ちょっと恥ずかしながら詳細にちょっと話すると、これをちょっと見せてしまいますね。先日の動画の中でもちょっと私触れてるんだけれど、今月と先月の、課金状況のやつをね、私の目の前に印刷して置いてるんですね。これね、10月の課金の状況ですね。さっきちょっとカードのサイトからダウンロードしてきてちょっと編集しましたけど、まあウォロロッツだけですね。これ以外にもいっぱい金使ってるんですけど、10月は7万1000使ってますね。で、11月は6万4000使ってます。例えばこのね、1万5000円っていうのはバウンディーデータパッドが6個で1万5000円ってやつを買って、DAX を引こうとしたやつね。で、6枚引いたうちほとんどドローンで俺がぶち切れたやつね、っていうやつだったり、これもそうだね。どっかここら辺あった1万いくらのやつもそうだね。これもそうだよね。これもそうですね。で、この辺りのやつは多分これね、この辺りのやつはあれですよ、コンドルのドローンのやつとかね、高いやつを結構買ってんですよ。全く当たらなくて、それだ、まあ、頭ぶち切れたやつね。まあ、何が言いたいかっていうと、これを常に私の目の前に置いて、もう課金すんなと、もうふざけた会社なので課金するなっていうことを戒めるために、こういうやつを印刷して、ほら、これちょっとアマゾンのやつが入ってる、関係ないな、これ消す忘れたね、っていう感じであれしてるんですね。まあいいや、ちょっとこれを消して、ということで、アルティメットプルガサリ、強いです。相変わらずね、無敵の盾があるので強いので、今のザックス相手でも怠慢だったら勝てますからね、アルティメットプルガサリ勝てるので、強いんだけれど、唯一パスファインダーに新しいロケランの武器を乗せてあげてね、フックで止めて、アビリティで止めて、上からボコボコ落としてやると、アルティメットプルガサリあっという間に消えていきます。消えていくんだけど、それも分かってるからさ。最近のアルティメットプルガサリってフェーズシフト持ってんだよね。で、足止められたらフェーズシフト使ってすげえ勢いでダッシュで逃げていきますね。
っていうような子が、まあ、結構いるんだけど、結構っていうか、まあ、見かけるんだけど、それでも今の戦場を見ていただくと分かるけれど、アルティメットプロガサリが、まあ、調子こいてるやつはいますよ、いますけれど、活躍するときって味方が押してるときじゃないと活躍できないのがもうはっきりしていて、でさっきも言ったようにパスファインダーがあのロケランを手にしたことによって、まあ、確実に強くなりましたから、そんなに生きないっていうこともあってね、無理してみんなね取らない方がいいね、運営の罠にかからない方がいいですっていうところをね今日は強調したくて、あえて私の課金状況も含めてね今日お届けした次第ですね。ちょっとね前半ちょっと解説長くなりましたけれど、みんなね冷静になっていこう、こんなのねアホみたいな話なんでやめた方がいいよということで、まあ、あの皆さんにお伝えすると同時に、まあ、私自身への戒めねもうねほんとね、俺はバカだ俺はバカだなと思いますで今日は一戦だけ見ていきますが、先日の動画で、このですねラプター、ビリビリラプターを紹介しました。最近これ流行ってますねっていうことで、でも、出した映像が、まあ、なんとなくちょっとぼやけた感じで、強烈にこの強さがね伝わらなかったのでちょっと撮り直したんですね。で今日はその試合をね1試合見ていこうかなと思ってます。ダックス相手でも十分戦えますぜっていうところをちょっとお見せしたくて撮り直しましたっていうところなので、そのあたりを見ていただければと思いますね。相変わらずねやっぱりねあれですよ、タイタンゲージ溜まるの早いので、私も今はもうこれちょっとね集中的に使ってますねやっぱり。で、マウラー頭一つ出てるので、早々とマウラー出した方がリザルトも出るし結果もいいしいいっていう感じなので、今そういう使い方になっています。ということで一戦だけ見ていきますね。それではいきます、よろしく、どうぞ。さあやっていくぞ、バトルモードはビーコンラッシュだ。さあこのマップ、このマップか、今はねラプターを入れてますんでね、初手はラプターでいきますね。さてラプターで敵の調子こいてダックスの中ドカーンと、あーいるねいるね、ダックスがいっぱいあそこちょっとドカーンと行きたいんだけどさ、このマップ意外、あ、誰だよ俺の足を止めてんの、本当にさ、なんで俺の足なんだよ、意味わかんねえ、絶対お前か、お前今のどうしてもあの距離からだとパスファインダーだな、とりあえずまた止めやがった、この野郎、お前誰か知らねえけどお前止めてるやつ見つけたら、お前ちょっとここ何、お前らまずやるな、なんでダックスが強いと思うなよお前、あいつだな、あ今見つけた、あエレバスのあいつが止めてたんだ、よし俺お前舐めていくなよお前、よしダックスだからってお前勝てると思うなよお前そう簡単に、次か次と来るな、お前それでもやっていくぞ、あの野郎ちょっと、あそこに来てえけどそれどこじゃねえなお前、あのエレバスのとこに来て、すげえ来てあいつ絶対やるから、あいつあの野郎ビリビリだからさちょっと届かねえんだけどさ、いや来たねダックス君、ちょっとあ君ロケなんか俺の代わりにやってくれよあいつ頼むもうあの野郎、あよしもうちょっと気が晴れた、もうあの野郎ふざけやがってあんな高台に乗ってさ人の足だけ止めようなんだこれロケランだらけだな、全然痛くて帰るお前かさっきお前俺の足を止めてたの、絶対お前だったらお前じゃなくても返さないけれど、お前消えようが何しようがお前俺ビリビリだから届くから、よしそして間に合っていく、いやあのねこれぐらい強いんですよあのラプターって、あのハマるとねハマらねえとそうでもねえ敵にさパスファインダーがいて足止められるじゃん、でダックスでそのさあのアビリティ中のさあれがついてるときにさ強くなってると火力増しになってるときにやられると、ね、一気に溶けちゃうねもう今強くなってるからそう硬くなってるからそうやすやすやられねえぞ、言っとくよ、しかも俺アンステ持ってるから盾元が何元関係ねえからよ、あちょっとそれはもうそろそろダメかもしれないな、まあ、それはもういいや、やれるだけやったからもういいです大丈夫です
そらね、4人に5人に囲まれてます。さすがに勝てない。で、ちょっと、出だしは遅いですけど、もうこの段階で君はもう暗黒の霧の餌食になっている。多分ね、暗黒の霧の中に入ってるって認識がないから、後ろでさ、ずっとあのロケラン打ってる、あ、君失敗したね、ロケラン打ってるやつが気に入らない、あいつのとこ来てるけど、ちょっと待ってさ、うん、ダメなんだよ、あの配信ヘイト食らってるからさ、もうね、バディオって名前しかもう見えてないの本当にイラってくるけど、もうしょうがねえな、これ出てもいいよ、あそこにあれニュートン出てきたな、俺浮かせようと思っても浮かねえからな、俺ずっとこう張りあの擦りつけてるから、この建物の角っちょに擦りつけてるからさよし、そして暗黒の霧を使いながらワンパンしていくぞ、そこも暗黒の霧の中に入ってるからね、そして間に合っていく、ちょっと今遅かったかな、よし、もう勝ち確だね、いや、あの子ベリーさんがさ、その低いところに行ってもさ、あのアビリティ届かないんだよね、当たって勝負です、だからベリーさんそこね、ダメ、下に降りちゃう、ダメてんだ、あっという間だった、いや前半のねラプターいい仕事したと思いますよ、あの猛攻を防いだので一気にさ、もう一気にあの形勢が押し切れましたよね、あそこで結構キルデス稼ぎましたんで、まあ、の全然敵ね、あの 強かったわけではないの、弱かったわけではないんですけれど、まあ、あれぐらい活躍できるってことです、あのラプターって、なんでね皆さんね初手のラプター、まあ、使ってみてくださいっていう感じですね、なんかやることになってますね、ジジイです、終わりか、終わりだ、終わりだろ、終わり感じだろ、よし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 、さあリザルト見ていこうか、どれぐらい稼ぎましたかね、まああのラプターが最近皆さん初手ラプター使ってるので、まあラプターの強さはね皆さん体感してると思うけどね、9キル3ビー以降ノンアシストですね、720万ジジイでした、まあ敵味方見ての通りさ、あんまり火力差ないでしょ、まあまあちょっと2位3位の子は結構あるのか、火力差はまあそれなりにあったんだけれど、まあ前半戦あれだけね、あの猛攻の中でラプター一気で耐えれたっていうところやっぱ大きいですね、というところで、ラプターの見直しをしてみていただければと思いますね、でこの後ギバウェイウィナーの動画ありますんで、エントリーしてくれた方最後までお付き合いください、それではいきます、よろしくどうぞ、はい、それではですね、早速ですけどギバウェイウィナー抽選動画撮っていきたいと思いますね、今回のプレゼント商品は今画面に映っているこの子ですね、ウェイブ、このドローンを、4名の方にプレゼント、そういう企画になってました、ね、ちょっと過去振り返ってみたんですけどね、ウェイブのさギバウェイってやった形跡がちょっとないんだけど、やったんだっけちょっとね覚えてないですが、まあやったかどうかはさておいて、今回4名しか、エントリーっていうかね、プレゼント枠がなくて、ちょっと少ないんですけれど、まあそれでもですね、よいしょ、165のエントリーいただきました、ありがとうございますね皆さん、うん、あのウェーブ私そんなに使えるドローンだと思ってないんですけれど、まあ、それでも欲しいっていう方が結構いてですね、エントリーしてくれました、ありがとうございますということでですね、私の方は結構ねテンションだだ下がりですけれど、早速ね嫁の方、抽選動画、抽選していきたいと思います、それが一人目いきますね、いくぞ、うせーのーカマン、ドカーンときたで、ウィナラープールさんかな、お年玉ください、あもうそうだね、もうそろそろそんな時期だね、お年玉っていうよりも時期的にはボーナスかなウィナープールさん、プアーさんかな、ごめんね、ウェーブ当たりましたんでね、1個送らせていただきます、有効活躍ください、じゃあ2人目いこうか、2人目いくぞ、うせーのーカマン、どっか行っちゃおう、来たね、いや外国の方だ、スマイリム95766さんだね、ちょっとスマイルとは読まねえな、これよくわかんないけど、まあとりあえず OK ですね、ダックスくんの、あれが出てますけれど、ギバウェイと、ギバウェイじゃねえ、ウェーブの、ドローン当たりましたんでね、1個送らせていただきます、有効活用ください、ありがとうございました、
じゃあ3人目いこう。3人目せーのカモン、ドーン。また外国の方か。今回外国の方が多いな。イザテスターさんかな。スターテスターさんかな。みんななんか変わったさ名前つけるんでよくわかんねえけどまあ当たりましたんでね、有効活用ください。1個送らせていただきますんでね、有効活用くださいということです。いよいよラストだね。今回外国の方多いな。せーのカモン、ドカーンときたね。ボバヘッドくん当たりますように。当たりました、ウェブ当たりましたんでね、1個送らせていただきます。有効活用ください。ありがとうございましたということでですね、あっさり終わりましたね。4名の方改めまして紹介させていただきます。ウィナープアさんに、スリムスマイルスマイルム9576さんイザタスターさんかな。あとボバフェットくん、以上4名の方改めましておめでとうございましたということで、今週末もう一回、今シーズンもあるんですけれど、ダックスは来ないと思いますね。もうこんなに引っ張ったら多分もう来ないと思いますんで、何が来るのかね、ちょっと残念ではありますけど、まあちょっとね、いろいろ思うとこあります。最近ね、やっぱりね、金になるやつはもう絶対ね、手放さないっていうのはよく分かりましたね。それはね、ちょっとね、本編側の動画の方でちょっと触れてると思いますんでね、まあ、ここで割愛しますけど、まあ、今週末また来ましたら、アナウンスしますんでね、皆さんエントリーください。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃねー、またねー、じゃねー。